そうですね、パク・シウ選手は本当最近に練習をさせていただいてたので、やっぱりその分強さとか怖さを知ってたので、何ですかね、知らない方が良かったなって思った時もあったんですけど怖かったとか、いつも自分結構試合前はビクビクしてるというか怖がってるんで、まあ、いつも通りではあるんですけど、なんかこう感覚的に自信がついてくるとだんだん怖くなくなるというか、まあ、早くして試合したいなってなります。3連敗はちょっとやっぱできなかったんで、前回は本当負ける怖さと戦ってたって感じですね。相手っていうよりももう負きたくないなっていう。31日試合見に行きます。頑張ってくださいとお伝えします。ありがとうございます。以上です。